おすすめの劇団、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオ、とりあえず演劇ラジオ、パーソナリティの鎌様です。こんにちは、お久しぶりです。パーソナリティの遠藤です。番組を始める前に注意事項があります。我々は演劇の専門家ではありません。内容についてはご容赦いただけるとこれ幸いでございます。お久しぶりでございます。はい、とりあえず演劇ラジオ第30回でございます。30回、はい、遠藤君、記念すべき節目に戻ってきましたね。ただいま帰ってまいりました。恥ずかしながら。いや、お久しぶりですね。お久しぶりですね。お元気でしたか。いやもうな、まあなんとかやってましたよ。ずっと喋ってなかったですからね。ああそうだ、ね、もうこもってましたから。うん、ちょっと遡ったら、はい、2019年の10月ぶりの収録。2019年の10月ぶり、うん、だから半年以上も経ってるわけやな。じゃまだ下の子が生まれてないですね。そうだね。次の収録しようかなっていうところで、まあ遠藤くんが育休に入りまして、どうですか、落ち着きましたか。落ち着かないですよ。より落ち着かないですよ。まあまあ初めてのこれ収録場所なんです。あ、そう G スタジオ。そうだね、G スタジオ。 G スタジオ、ね、ついにここまで来ましたよ。そうそう、まあまあ久々ということでね、まあ、そのスタジオとか収録場所も変えて、ね、でもうマイクとかね、録音機材も一新しましてね。本当に個別のマイクになってますからね。そうだね。もう第1回の iPhone をただ置いて。カラオケボックスの隣の歌ガンガン聞こえのガーガーいいの。いやもうあの時から比べればもうだいぶパワー、素晴らしい空間が手に入りましたよ。うん、 G スタジオね、広いですよね。ね、これいくら工事はしても別に近所迷惑にはならないんじゃないですか。そうだね。制作の、うん、彼のまあまあ分かりやすく言うとセイロボット君の自宅。そうそうそう。何が G スタジオだっていうか、自宅にお邪魔して、通称 G スタジオ、 G スタジオでお送りしておりますけれども。ますね。ゆうべはここに泊まったんですって。そうですね。泊まって何をしてたんですか。泊まって、あの君の名はを今更ながらちょっと見せていただきまして、新海誠監督。そうですね、君の名は。感動に打ち震えておりますもう今更なんですけどね、もう入れ替わってるんですよね。そうですね、お前は誰だってノートに書いて、今更盛り上がってるんですけれども。いや、ね、何年前のやつですか。本当にね、まあね、名作はいつ見ても名作ですよね。そうですね。そうですか。あれね、こう諏訪湖が聖地巡礼みたいな感じで、おー、そう、一つ舞台になったらしくて、あれやね、あの岐阜が舞台だけど、なんかオープニングでパッと見た時、うん、なんか諏訪湖っぽいなって私思ったんですよ、ね、さすが、うん、要するにそこに住んでるわけですもんね。もうまあそうやな、今別居してるけど、ね、別居って言うねえ、まあ、あの私ね、あの単身赴任で今新潟に、新潟にいらっしゃるんですね。ちょっと報告がありまして、はい、何でしょう。私あの某スーパーで副店長を、まあ、やってるんですけれども、はい、この度ね、あの事例が出まして、ついに、はい、店長に、おー、昇格することになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。昇進おめでとうございます。ついに店長ですか。そうですね。ほらすごい。だからこれがあの配信される頃にはもう新しい店舗で店長として働いてると思います、うん。じゃあ先輩の続けて副店長日記も、ついに元副店長日記として。そうですね、最初から店長と言えよみたいな。店長日記になるわけですか。多分そうですね、店長日記に、まあ、リニューアルっていうんですか、そうすると今度はあれですか、野菜の知識だけでなく、うん、他の商品も必要だし、今度パートのおばちゃん対策論とか。いやー、中間管理職ですよね、大変だな。今だから、ええ、期待より不安の方が圧倒的に大きいね。でも私は今度シフトも先輩組むわけですよね。そうだね、勝手に収録日を設定して。まあそれはあるな。
今まではなんかこうちょっと店長すんません、一月ぐらい前になるとおい早く収録日を決めないとシフト規模出さなきゃいけないから早くしろよっていうのをギラスっていう遊びをいつもしてたのに、何何そうだったのずっと言わないみたいな、今から収録するんじゃないですかとか言ってただただおちょくるっていう遊びをしてたのがもうあれできなくなっちゃうんですか。いやでもそれでもシフト組む時はみんな全体のこと考えなきゃいけないから、いやそれは変わんないよ、ね、もう他がいなかったら俺が入るしかないっていうことも出てきますもんね。うわ大変、だから店長になって、まあ、仕事がどう忙しくなるのかちょっと予測はつかないんですけれども、まあまあ一応そのこのとりあえず演劇ラジオは続けるつもりで、おりますので、皆様どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。はい、それじゃあ本編の方行きましょう。レーズンを食べた。高い塔を建ててみなければ新たな水平線は見えてこない。川口純一郎。あなたに届けたい物語がそこにある。ポッドキャスト朗読の時間。それでは本編なんですけれども、本日はですね寺山修司さんを紹介したいと思います。はい、はい、だいぶ昔の方なんでね、ご存じない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、昭和の演劇を語る上では欠かせない人かなと思いまして。そうですね、寺山修司さんのプロフィールですね、はい、1935年の12月10日生まれ、昭和10年生まれになります。で1983年5月4日に47歳で亡くなっております。僕らが生まれた頃も死んじゃった人ですね。そうですね、昭和58年に亡くなられてますからね。そりゃ知らないわけですよ。そうですね、僕らも知らないし、こちらの世代のもなかなか知らない方ですね。で当時はすごいテレビ出てたらしいですもんね。ああそうですね、競馬の番組とか。そうですね、競馬が非常にお好きで、テレビも出られてましたし、もちろん劇もやられていて、で詩人でもありますし俳人でもあります。俳人、その他あの映画監督とか脚本家、そして歌の作詞など、マルチに活動された方ですね。そうみたいですね。そうつまりね、僕は何が言いたいかというと、俳句を作る友達が僕らの中にもいるわけですよ。同級生に。僕は彼と一緒に寺山修司の映画を見に行ったことがあるんですよ。だからね、寺山修司というものがよくわからなかった頃、今でもよくわかんないですけど、それをなんとか分かろうとしていた友達との僕は青春の思い出の1ページですね、寺山修司。なるほど、寺山修司は僕天才ですよ。そうですね、理解できないという意味も込めてやっぱ天才なんだと思いますね。そう、作品とか見ていただければ、詩とか読んでいただければ分かりますけど、本当に天才的ですよね。では寺山修司さんのまあ生涯を、振り返っていきましょう。はい、ですね、寺山さんが青森県の弘前市で、生まれました。本当ですか。いやこれ本当ですよ。いやね、寺山修司の本を読んでるとね、はい、私は夜をかける高速列車の中で生まれたのでふるさとはないっていう。これ何でしたっけ。そうです、寺山さんが書いたなんかありました、そんなような、そんなようなエッセイの有名な冒頭ですけれども、ふるさとはないんですよ。あ、でもいまだにこのね、弘前に寺山修司記念館があるらしいですね。ですね、三沢市ですね。あ、隣なんですか。青森県の三沢市。三沢関係ないじゃないですか。いや、弘前で生まれて、お父さんの転勤で青森県内を結構転々としていたらしいんですよね。そういうことですか。で、まあ青森県の三沢市には一番それでも長くいたということで、それでゆかりがある。そうですね、で青森県三沢市の方に寺山修司記念館、今でも立っておりますね。らしいですね、すごい変な場所らしくって、はい、ああそうですか。一度行ってみたいと思ってるんですけどね。でですね、寺山さんなんですけれども、1954年に青森の高校を卒業して早稲田大学に進学いたします。早稲田、まあ、そうですね、まあ上京するわけですね。はいはいはい。
で、早稲田大学の短歌会に入りまして、うん、まあ、歌人として、活動するわけですね。寺山さんがその世に出るのは、うん、その演劇ではなくて、まずは短歌から、まあ、世に出るわけですね。で、短歌研究という雑誌で新人賞を受賞しまして、うん、まあまあ、早くもその才能を開花させるわけですね。ただですね、翌年の1955年ですね、まあ、寺山さんが19歳の時なんですけれども、ネフローゼという肝臓の病気に、かかってしまうんですね。あら。それで長期入院を余儀なくされて、早稲田大学ももう退学になってしまうんですね。で、それを、なんとか、まあ、完治まではいかないんですけれども、その元気になるまでに4年を、歳月を費やすことになります。で、なんだ、元気になった寺山さんは、我にさつきよという短歌の作品集を発表いたします。あ、5月じゃなくてさつきでんすか？ごめん、あれ、5月、5月、あれ、これどっちだ？やべえ、見てなかった。まあ、あれ、さつきよじゃなかったっけな。あ、そうなんだ。ごめんなさい、これ、間違ってたら、ちょっと後で。あ、どっちでもいいと思います。訂正いたします。要するに、そのもう、病で伏せている病床の上から、うん。読んだ短歌をまとめた句集ですよ ね、 はい、もう5月が自分には来ないんじゃないか。そうですね、うん、その短歌集が当時の若者に、絶賛されることになります。でね、その時の寺山さんの短歌というものをちょっといくつか、ね、紹介したいと思いますの で、 いいです、ね、ちょっといきますよ。マッチする束の間の海に霧吹かし、ミスつるほどの祖国はありや。これはですね、寺山さんが、まあ、18歳か19歳頃の歌なんですけれども、ミスつるほどの祖国はありや、この身を捨てる、まあ、要するに戦争で亡くなった人たちのことを表してるんですけれども、ここから戦争まで行きますか。うん、そうですね、まあ、これあくまでこれ私の解釈ですよ。あ、大事です、そういうの大事ですよ。この歌から先輩は何を思うわけですか。うん、そうですね、うんうんうん、だから密するほどの祖国はありやですから、うん、まあ、この日本という国は命を捨てるほどの価値はあったのかっていう、多分その戦後ですからね、これ読まれた。なるほど、はい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 、なんかそのマッチを吸って、まあ、タバコでも吸ってたのかな、そんな感じですよね。そうですね、その時に戦争で亡くなった人たちのことを思って読まれた歌かなと思います。そうかもしれない、まだだって若いですもんね、寺山修司もこれを読んだ時に。そうですね、でおそらく同じぐらいの若さで命を、うん、そうですね、戦争で投げ打った若者のことも思ってるのかもしれないですもんね。そうですね。腹みつつほふらるる晩待つ牛に、我は呼吸を合わせていたり、うん、これはですね、子供を妊娠している牛を、まあ、食べるために、まあ、牛肉にされるから、まあ、殺されなきゃいけないんですけれども、そんな運命の牛に対して私は呼吸を合わせることしかできないみたいな。あ、無力さを感じますね。そうですね、なんか己の無力さを、まあ、感じた歌かなと思っております。うん、草の笛服を切なく聞きており、告白以前の愛とは何ぞ。これはどういうことですか？これはですね、うん、これも私の想像ですけれども、まあ、女の子と二人で遊びに行ってですね、うん、女の子が草笛で葉っぱで、はいはいはい、ピーピーってね、鳴る草ね、まあ、昔の人やったら知ってると思うんですけれども、うん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 、ピーって鳴る草があるんですよね、うん、あれで女の子が草の笛で遊んでる、でそれを見てて、なんかそのちょっと恋心が芽生えたかなみたいな、この気持ちなんやろうみたいな気持ちになってんのかなっていう、その時の気持ちを歌った歌かな、なんて。告白以前の愛とは何ぞ。はあ、今なら萌えって感じですよね。その頃萌えって言葉ないですよね。ないけど、そんな感じかな。やっぱりその若草が芽生えるっていうようなね、うん、なんかこうもやもやした感じがね、そう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 、美しいですね、うん、そうそう、だからこういう世の無常を歌った歌とか、うん、こういう恋の歌とかね、とにかくいろいろ幅広い歌を、ドラマチックですね、うん、今思うと ね、 うね、今なんか短歌とかやってる人はあまりいないですけれども、うん、本当はこういうドラマチックなものがやっぱりその頃も
新鮮だったんでしょうね。そうですね、うん、今と比べると娯楽も少ないですからね。あの当時あのなんだ娯楽として、まあ、まだまだなんだ、なんか今ツイッターやってるようなもんですよね。うん、そうですね。みんなでこう短文で寄せ合って雑誌に発表されて、うん、そうですね、 あいつなんか面白い世界観持ってるぞみたいな、うん、今時だったんでしょうねこの頃のね。うん、そうですね、その当時の若者の流行りかな。いやそういうのあると思いますよ。短歌が遊びとして、はい、あった時代でありますね。なるほど、なるほど、はい、うん、でですね、作品を発表した後なんですけれども、寺山修司さんですね、若い日本の会というのを結成いたします。ほう、この結成したメンバーがですね、またすごいんですけれども、うん、メンバーが石原慎太郎さん、元東京都知事のね、まあまあもちろん当時は太陽族の、うん、そうですね、作家さんでした、ね、はい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 、ですとか谷川俊太郎さん、これも詩人さんですね。それから A 六輔さん、あら、この方はあの放送作家です。上を向いて歩こうの、ね、あの作詞家さんとして、はい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 、それから浅利啓太さん、ほら劇団四季、そうですね、そうそうたるメンバーじゃないですか。そうですね、そうそうたるメンバーと若い日本の会という会を結成いたします。まあまあこの方々の影響だと思うんですけれども、うん、あのその後寺山さんは短歌だけじゃなくて、うん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 、映画ですとか、まあテレビにもちろん出演したりですとか、ドラマの脚本書いたりですとか、うん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 、とその時にあの戯曲を書いたりもしてですね、うん、でまあ演劇ももちろんなんですけれども、さまざまなジャンルに挑戦していくことになります。だからそのいろいろやってるんで、職業何ですかって聞かれた時に、うん、職業は寺山修司ですって答えてたらしいですね。かっこいいですね。あれもそうだからそういうよ職業は遠藤ですって恥ずかしいねいよいよ寺山修司さん劇団を立ち上げることになります。こっからなんですね。こっからですね。だからな、演劇がやりたくてやってたというよりも、もう表現方法の一つとして。そうですね。もう演劇と並行してもあらゆることをやっていた方なので。なんせ演劇ラジオですから、まあ寺山さんの演劇活動についてこれから、紹介していきたいと思います。はい、1967年、うん、昭和42年ですね。うん、劇団天井桟敷を結成いたします、うん、こちらがですね、アングラ演劇四天王っていうのが、まあ、あるんですけれども、その四天王の一角とされまして、うんうん、1970年代に小劇場ブームを巻き起こすことになります。お、まあ、これ以前の回でちょっとやりましたね。第一世代ですか。そうですね、第二世代ですか。覚えてますかどっちでしょう第一世代ですか。そう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 、第一世代、小劇場ブームの火付け役となった、劇団天井桟敷でございます、で公演は当時の若者から、まあ、熱狂的に、支持されることになります。ただですね、どちらかというと日本よりも海外で正当な評価を受けたといいますか、うん、と西ドイツですとかアメリカ、フランスなどでもあの公演を、西ドイツ、まあまあこの辺が時代ですよね。東と西に分かれてた頃ですね。そうそうそう、分かれてた頃ですね。そちらの方で高い評価を受けました。でですね、まあ日本でも若者には支持されたんですけれども、うん、なぜそんなに日本で評価されなかったかと言いますと、演出がとっても過激で、今よりもだいぶ保守的な日本ではそんなに受け入れられなかったんですね。あらあら。で例としまして、うん、30時間市街劇ノックっていうのを上演したんですよね。何ですかそれは。これがですね、東京都杉並区の阿佐ヶ谷一帯、うん、町1個ですね、おー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 、劇場に見立てて、はいはい、街中でゲリラ的に演劇を行うっていう。いいですね。はい、まあまあこれもう説明が難しいんですけれども、うん、要するに、まあ、チケットを買うと観客はなんか街の地図を渡されて、指定された場所に行くとそこで劇をやっているっていう、街の本当街中ですよ普通に人が歩いてる街中でその劇を行うっていうことをやったんですね。ただそのやった劇がですね、街中のマンホールの蓋が開いて、
で白衣を着た男たちが出てきて、うん、でその観客をマンホールの中に連れて行って、うん、包帯であのぐるぐる巻きにしたりですとか、うん、そのお客さんを木箱の中に入れて、うん、トラックの荷台に固定して、うん、でそのまんま車をね、発射させて、うん、港とか墓地にそのまま放置するとかいうね。何の犯罪ですか？ね、もう本当に、うん、もう拉致ですよね。そんなことですか？そんなことをやったらしいんですよ。もう今だったら本当に完全に犯罪なんですけれども、うん、町の市民にはその一切の許可を取らずに本当にゲリラ的に行いましたので、住民から苦情が殺到しましてね。でしょうね。なんだあれはと、何やってるんだろう。何やってるんだということで、うん、あの警官隊が出動する。大騒ぎになりました。はい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 。劇団員は逮捕されまして、で寺山さんもあの警察に出頭することになります。自ら。そうですね。という本当に過激な劇をする劇団でしたので、そのノックで寺山さんが掲げたテーマっていうのが、うん、人々の閉ざされた心をノックし意識を改革するっていうことなんですよね。それでなんで包帯でぐるぐる巻きか全然わかんないですけど、そうね、もうやっぱ完全に犯罪ですもんね。そうですね。頭のいいやつはよくわかんねえなっていうね。大体みんなそういう評価で終わってるのが寺山修司だと思ってますけども。僕ら高校の時に、うん、僕らやんなかったですけども、他の高校が、うん、寺山修司の新徳丸をやったんですよ。うん、ああ、はい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 。新徳丸って、ほら今、カイジやってる人。藤原竜也さん。そうそう。そう彼のデビュー多分新徳丸とかじゃないですかね。蜷川幸雄演出の。そうですね。キンキンに冷えてやがるけど、あの人ですよね。違う。いや、そのね、演劇をやってたんですよ。よくチャレンジしたなと思って僕ら思ってて。そうですね。本当になんていうかね、エログロナンセンスっていうか。新徳丸、なんだっけ、実の母親を殺しちゃうんだっけ。そうそうなんですよ。うん、そうだよね。お母さん。もう一度僕を妊娠してくださいっていうすごい気持ち悪いやつなんですけど、それをそんなことやってましたからね、高校生がね。高校生がやったんだね。やってましたよね。やっぱその頃その、まあ、新徳丸自体がすごい有名で、うん、ビデオにもなってたので、当時やっぱビデオですけど、はいはいはい、でそれで見れたからその演出をそのまんまやろうって感じがあったのかな、うん、大々的なセットを組んでねやってる高校がありましたよ、うん。もうすごい壮大な世界観だから、まあ時間はオーバーしちゃって、うん、大会の規定としては時間オーバーってことはね、うん、発表会としては評価されなかったんだけれども、うん、いやー面白かったなーってもね、何をやってるんだこの人たちはっていう感じを、うん、なんかこうざわざわと、うん、同じ世代の人がやっているっていう感触は、うん、あのこれもすごい楽しかったですね。うん、そういうのは誰も覚えてないの？同じ時代にいたのに。俺もなんかどっかの高校が新徳丸やってたなって。やってたんですよ、うん、ものすごいもう真っ赤な照明を今でも刺激的に覚えてて、あ、そう、真っ赤い中でずっと芝居してましたからね。あ、すごかったですね。全然その見た内容覚えてないな、それ。そうなんかやってたなぐらいしか、まあ、ここは思い出を語る場ではないですから別にそれ以上は言いませんけども、うん、おかしいな、なんで覚えてないのかな。いや本当にあれだよね。よく覚えてるよね、遠藤くんは。刺激的ですよね。うん、なんか僕はその高校がやってたから、寺山修司ってものが気になってて。ほんで、その後も国際寺山修司学会とか入って。こう、みんながそれぞれ寺山修司の論文を持ち合って発表し合うっていう学会に参加したことがありますよ、ね。それだけ議論になるってことだね。あ、まあね、まあね。あの人は。で、もう、世代もすごい広くてね。もう全然年上の人たちが集まってましたけれども。で、みんなで最後、時には母のない子のようにっていう歌を合唱して終わるっていうね。ああ、それ、あれ、寺山さんの作曲。ああ、そうです。曲ですよ、ね。放送禁止になっちゃったやつね。うん。ね、あれも際どい歌やからな。まあね。まあまあこんなノックの時のすごい騒動があったにもかかわらず、うん、天井桟敷はね、の活動を続けてたんですが、1980年代に入ると、うん、寺山さんが体調を
崩しましてですね、公演回数も減っていってしまいます。もともと体は弱いんですよね。そうですね、若い時に、肝臓をやってしまいました。で、1983年の5月ですね、寺山修司さんは肝硬変により、亡くなってしまいます。あららら。で、まあ、やはり寺山さんあっての天井桟敷でしたので、天井桟敷はまあ急速に求心力を失って、寺山さんの死からわずか2ヶ月後に解散してしまいます。マジっすか。いや、多分でも今でもね、はい、やってんじゃないですか。そうですね、天井桟敷じゃないかもしれないけど、ごめんなさい、寺山さんのそのなんか右腕みたいな人がいた、音楽やってたね、なんだか、なんかごめんなさい、ちょっと今ね、セイロボットが調べます。セイロボット君頼む、こういうの早いですよ。ね、なんかカタカナの名前が、あ、素晴らしい、ジュリアス・シーザーって調べて、あ、もう出てきた、おお、ジュリアス・シーザーさん何でしたっけ、合ってるかな、あの、だからね、ウテナ、ウテナな、少女革命ウテナの主題歌とか全部作ってた人。ああ、そうなんだ。ジュリアス・シーザーでいいの？ジュリアス・シーザーさんだね。そうそう、あの、この方がですね、天井桟敷の劇団員ですか、うん、を、まあまあ、ほぼほぼ引き連れて、うん、新しい劇団を立ち上げまして、この間菅田将暉がやった、ほら、あのボクシングの映画、菅田将暉ボクシング映画で。セイロボットくんだろ。あれ、寺山修司の脚本で、現代版にリメイクしたんですよ。寺山修司が撮影した映画。菅田将暉が今やってるんですよ。未だに多分、世間では通じると思っている、そういう世代の人がいるんだなって思います。そうですね。ほら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 。ああ、ゴーヤですよ。ああ、ゴーヤ。ああ、ゴーヤ。寺山修司の小説を菅田将暉が主演で。ああ、2017年に上映されたということでね。そうそうそう。これはやっぱりその当時イケイケだった寺山修司に、ああ、はい、映画作ってくれって依頼が来たで。そしたら寺山修司は、俺はこれを監督をやってもいいけど、監督をやるにあたっては音楽を全部ジュリアス・シーザーにやらせてくれ。っていう条件付きで映画を作ったっていうね。なるほど。これで2017年に、リメイクされるということで、まあ、寺山さんの戯曲ですとか随筆ですね、それとか短歌ですね、これらはもう今でも人々を魅了しまして、ざわざわしますよね。そうですね、常に挑発してくるんですよ。あ、そんな感じやな。観客をどんどん挑発してくる、もうね、仕掛けてきますからね、刺激的と言いますか、ね、心穏やかに見てらんないですよ。そうですね、俺なんかしなくちゃいけねえんじゃないかっていう感じになるっていう感じはありますね。分かる分かる。はい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 。それこそ本当に皆さんの心をノックする寺山さんの作品ですね。戯曲でも小説でも、まあ、短歌でもいろいろありますんで、これ聞いてあのご興味持たれた方はぜひ調べてみてください。これくらいのお弁当のふたにお便りお便りちょいと詰めて、ハッシュタグにおっぺふたつけて、さんもちもち、ライドさん、はいはい、ゆうかさん、呼んだ、八部九夫さん、踊りしましょう、ネタの滑ったくまさん、滑ってないわ、声のとったぐりんさんな、ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中、ゆるっと聞いてね。はい、じゃあ今回はこんなところですね。あら、まあいいですか、なんか半分ぐらい残ってますか。これがですね、実はこのもう収録してあるんですよね。あら、今回はですね、あの、これを、まあまあボーナストラックとして、ボーナストラック、そうですね、一番最後につけようと思いますので、締めのかっこいい部分を一人で撮ってシコシコと作ってるわけですね。シコシコっていいじゃないですか、いいじゃないですか。では最後にいつもの告知いきましょう、はい、とりあえず演劇ラジオでは皆様からのご意見ご感想、紹介してほしい劇団役者さんなどを募集しております。お便りはメールまたはツイッターでお待ちしております。メールアドレスはかまさま7@gmail.com、 すべてアルファベット小文字で kamasama 数字の7@gmail.com です。
ツイッターはハッシュタグ演劇ラジオで感想をつぶやいてくれれば OK です。演劇は漢字、ラジオはひらがなでお願いいたします。それから YouTube でも最新回からすべての過去回を聞くことができます。こちらはとりあえず演劇ラジオで検索してください。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。書を捨てよ、街へ出よう。僕は速さに憧れる。ウサギは好きだが、亀は嫌いだ。ところが親父たちは、亀に見習えというのだ。亀の実直さと勤勉さ、そして何よりも、家を背中にくっつけた、不格好で誠実そうな形態が、親父たちの気に入るのだろう。あらゆる速度は墓場へ注ぐ。だからゆっくり行った方が良い。人生では、たとえ地産の葉一枚でも多く見ておきたい。というのが、速度嫌いの親父たちの幸福論というわけなのだ。だが、速度が遅いほど、経験が拡張されるという親父の人生観は、間違った反科学の認識の上に立っている。親父たちが、僕らに残した文化の遺産は、実に極めて素早いものばかりだった。速度の歴史が、我が国では文化そのものの形態の中にはらまれていたのである。僕たちにとって、速度は実存なのだということを、あなたにはどうやって説明したらいいのだろう。速度は、僕たちの世代のもう一つの祖国であり、とても住みやすいものだ。この心情は時速500キロで歴史を乗り捨てる育児から生まれたものだということがわかるだろうか、親父よ。寺山修司。